紙飛行機、紙飛行機、紙飛行機、英語、ペーパーエプレイン、ペーパープレーン、エトセトラ、とは、紙で飛行機を模した形を作り、飛ばして遊ぶもの。一枚の紙を折って作る折り紙飛行機を指すことが多いが、部品を紙から切り抜き貼り合わせて作る組み立て式し、飛行機もある。なお厳密には、普通は動力機でないため、紙航空機ないし、紙滑空機、 グライダーであり、英語でもペーパーグライダーやペーパーダーととも言うが、紙飛行機、ペーパーエアプレーン、もしくはペーパープレーンとするのが一般的であり、陶器時でも以下飛行機とする。ペーパークラフトの一種であるが、他の多くのペーパークラフトが形に重きを置くのに、対し、飛ぶ、滑空するという工学的な機能に重きを置く点が特徴である。 模型航空の競技などにおける分類ではフリーフライトとなる。紙で玩具を作ることが始まったのは約2000年前の中国だと考えられているが、紙飛行機発祥の地を正確に説明することはできていない。1859年のイギリスで出版された子供の遊びに関する本にはペーパーダート一枚の紙を折って作り、的を狙ったり、男の子が 戦争国庫で投げ合う玩具の記事があり、折り紙飛行機が普遍的なおもちゃであったことを示している。組み立て式紙飛行機については、木材や竹などを使った翼など紙を貼ることもある模型飛行機は、友人の動力飛行機以前に作られ、実機の参考や試作とされてきたが、紙飛行機についてはよくわかっていない。 紙飛行機の製作が分かっている最古の年代は1909年だと言われているが最も広く認められているのはノースロップ社のジャックノースロップが1930年に作ったものである。ノースロップは現実の飛行機のアイデアを得るために紙飛行機をテストとして使っていたノースロップ社が開発に挑戦した無オクキやジャックノースロップが並々ならぬ熱意を注いだ。全翼は 設計が非常に難しい。ドイツでは、第一次大戦後の空白機、ベルサイユ条約で軍用機の禁止にとどまらず、動力機は制限されたに、後の HE111 や JU88 などの原型、民間機として設計されたなど重要な計画で、基本性と構成の確認のために、紙製の模型を使った。紙飛行機のデザインは、速度、揚力、 型といった面で長い年月をかけて改善され、続けてきた。正方形内縮形、大抵は白銀比か黄金比ぐらいの紙を使うことが多い。それ以外の形を使ったり、補助的に切ったり切り取るものもある。これらの紙を折って作るもので、折り紙の一種でもある。普通は手で投げて飛ばす。日本のものでは、古くはトンビと呼ばれるものや、よく知られているものとしては、 対空時間の長いヘソ飛行機、まっすぐ遠くへ飛ぶ槍飛行機や、線尾翼風の翼のあるイカ飛行機、宙返りが得意なツバメ飛行機などがある。いずれのタイプでも、正確で強い中心線が左右のバランスを、取り直進性を高めることにつながる、以降の折り方は、左右対称で行われる。多くの飛行機では、次に、機首側を三角形にして折り込んでいく。 これは重心を前寄りにするためである。一般に機種が上がれば揚力が大きく、下がれば小さくなるため、重心を空力中心のやや前方にすれば、向かい角を自動的に調整する効果、風見安定が期待できる。十分な面積を持つ、歪みのない翼を作り、空中で水平に広がる角度に調整できていれば、途中どのような折り方をしても、最終的には、 何とか飛ぶことが期待できる。広島県福山市には約800種類の紙で作った色とりどりの紙、飛行機が展示された紙飛行機博物館がある。毎週土曜日のみの開館だが、専門家が在館しており、よく飛ぶ折り紙飛行機を教わることができる。また、道県人石高原町の米三山山町公園には豊松紙飛行機タワーがあり。 地上15メートルの展望室から自分で折った紙、飛行機を飛ばすことできる。模型の航空工学については、模型航空模型航空機の工学理論など、学術面の研究も参照のこと。通常の飛行機の翼断面形状、翼型は上に凸であるのに対し、紙飛行機は大抵薄い板状である。紙飛行機の翼型を飛行機を真似てキャンバー。 膨らみをつけたり前縁を丸くしても、性能白くならないという。同様にトンボの翼型も前縁が尖っており、かつギザギザであるがこの方が性能がいいという。これは、レーノルズ数の違いが原因であると言われている。レーノルズ数は、速度と注目する長さに比例するため、紙飛行機やトンボにとっての空気の流れは、飛行機と比べると3桁ほど、 小さなレーノルズ数であり、小さくてゆっくりと飛ぶものほど、空気の粘り気の影響を強く受けることになる。ゴムのカタパルトで、時速1 0 0トルを超える高速で発射される紙、飛行機の場合には、発射直後と上空を、時速数キロで、ゆっくりと滑空している場合でとは、レーノルズ数が全く異なる。主に、ケント氏に、下記のように毛きしたものを切り抜き、貼り合わせて組み立てる。 よくできた機体では、数十秒間滑空する。切り抜く本として、印刷済みの剣ト紙を製本した書籍も存在している。著名な、日本人設計者に、二宮康明がいる。毛きの例、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。